これは昨日午後6時前、日本航空の機内で撮影された映像です。窓の外には真っ赤な炎が上がり、機内が混乱している様子がわかります。JNN が羽田空港に設置したカメラには、着陸してきた新千歳発羽田行きの日本航空516便が炎を上げながら滑走路を進む様子が映っています。突然なんかぶつかった感じしますけどね、バンともう火が燃えちゃって。なるほど。火の匂いが漂ってる中で、ドアが開かなかったので、パニックだったとは思います。日本航空によりますと、機内には幼児8人を含む乗客367人と乗員12人が乗っていましたが、全員が脱出。東京消防庁によりますと、このうち14人が怪我をしているということです。